こんにちはフレッツ光は NTT 東日本と NTT 西日本が提供する光通信サービスです。NTT は光回線の提供会社としてはあ老後であり今でもトップシェアを誇っています。えー、実は私は光回線はあ利用していません。というのは費用がかなり高いからです。 それほど利用しないのに高額の料金を払うのはもったいないって思いますだからフレッツ光の情報にも全くアクセスはしていませんでしたでもたまたまフレッツ光のホームページを見たのは2020年の4月1日から最大通信速度 12Mbps に対応したフレッツ光クロスをスタートするということでしたですので興味を持ちまして、えー、調べてみました フレッツ光クロスそしてフレッツ光のプランオプションサービスについてはこちらの動画をご覧くださいこちらはフレッツ光クロスを紹介するサイトになりますフレッツ光は次の世代へフレッツ光クロス2020年4月1日提供開始最大おおむね 10GBps の通信速度で動画やゲームが快適に楽しめるとなっています おすすめポイント1、フレッツ光市場最速の通信速度。フレッツ光クロスは、あ送受信時最大おおむね 10GBps ですけれども、従来のフレッツ光ネクストが、送受信時最大おおむね 1GBps ですからあ、10倍になってますね。かなり速いですね。 これによりどう変わるかというと、人気のゲーム、高品質な 4K の IP 放送サービスの映像など、大容量データのダウンロードにかかる時間が短縮され、従来より短い待ち時間で楽しむことができるとなっています。おすすめポイント2ですけれども、Wi-Fi6 対応ルーターをレンタル提供。最新無線通信客の Wi-Fi6 を対応したあ無線ルーターをレンタル 提供してくれるというものですね、えー、最新無線通信機器 Wi-Fi6 対応ルーターで家中高速インターネットスマートフォンやタブレットゲーム機器テレビなどの家電も複数同時利用が可能ですとなっています、えー、次にブロバイダーですね、えー、対応ブロバイダーなんですけれども対応ブロバイダー,あーこちらにリンクあるんですけれども えー、一部にに限られていいますすね本当に少ないです、えー、例えばこちら地域が出てくるんですけれども、えー、東京で見てみますと、えー、東京でもですね、えー、これしかないですですので、えー、東京以外の地域ですとですね、えー、まだまだあ提供されてないという感じになっています 続いて料金ですね。フレッツ光クロスの月額利用料は月6300円です、えー。クロススタート割ですと30ヶ月間で月額利用料金から1200円割引を実施中になってますね。ですのでその時には5100円ですね。これただし30ヶ月だけです。で、レンタルルーターご希望の場合ですね。その場合はレンタル,ルーターが500円かかるというふうになっています。 でその他に初期費用として800円がかかります。あと工事費が18,000万円ですね。あとレンタルルーターご希望の場合は初期費用として、えー、設置工事費が1,500円、えー。設定工事費が1,000円かかりますね、えー。かなり料金がかかるということがわかります。 提供エリアを見てみましょうか提供エリアは本当に一部ですね東京都のこの辺の地区だけですねまだメインが東京都になってますのでその他の地域はこれからって感じになると思います以上ですこちらはフレッツ光のプランの紹介になります大きくはですね 建向けと集合住宅向けいわゆるマンション向けですねに分かれています先ほど紹介しましたフレッツ光クロスはですね1戸建て向けしか今ないですねえ10ギ BPS で月額利用料が6300円そのほかにブローバリダサービス月額利用料が取られることになります 続きましては、フレッツ光ネクストですね。こちらは、一戸建てもマンションもどちらもあります。費用はこのようになっています。こちらで3つ分かれてるんですけども、これはですね、契約数、例えばマンションの場合だと、どれぐらいの人が契約するかによって、この金額が変わってくるようです。次にこちらですけども、こちらと似てるんですけども、こちらの場合はですね、 Wi-Fi 無線ルーター付きですね、両方とも。えー、ですが、こちらはですね、Wi-Fi 無線ルーター付きではないです、ね。その場合は少し値段が安くなっています。えー、続きまして、こちらはですね、えー、とデータの送受信の速度が遅くなってますね、少しね。遅くなっている場合は、あさらに、この5400円が5200円になったりとか、3050円が2850円になったりとかしています。 え続きましては、二段階定額プランですね。えー、こちらになるとさらに安くなります。えー、3000メガバイト、三ギガバイトまでが3800円ですね。えー、こちらはあーマンションの場合ですけど、200メガバイトまでが2000円となっています。ただ実際ですね、使ってると、家で使う場合、この容量だとかなり少ないんで、動画とかを見るにもちょっとこれだと全然足りないですね。 ですので、実質的には多分、このタイプですね、がこのタイプ以上のものを選ばないと使い物にならないかなと思います。以上です。こちらはフレッツ光のサービスをまとめたサイトになります。フレッツ光のサービスですけれども、定額プランとして Wi-Fi ルーターのレンタルありと レンタルなしがあります。あとその他に、えー、2段階定額プランというのがあります。あとですね、オプションサービスというのがあります。オプションサービスの中には、あ電話サービスとか、映像サービスとかですね。あとは、安心サポートとか、えー、その他のサービスですね。こちらのオプションサービスに関しては、 必要に応じて、え加えるという形になります。まあ、例えばですね、固定回線の電話がいらない場合はですね、これはいらないかなと思います。まあ、今はほとんどの人は、スマホなり、携帯などを持っていますから、こちらのオプションサービスはいらないっていう人も結構いるかもしれません。あと、映像サービスですね。 こちら、例えばフレッツテレビとかスカパーとか UNEX とかそういう風なあ映像サービスを使う場合に契約するって形です。あとは安心サポートっていうのは、要はセキュリティとかリモートサポートとか出張修理とかそういう風なサポートを受けるかどうか。まあ自分である程度管理できるんだったらこの辺もいらないかなと思います。 あとフレッツミルエネとかアットリビングとかこちらもですね通常の場合だとまあいらないかなって思いますね以上ですいかがでしたでしょうか私は今回調べてみてフレッツ光がかなり進化しているなって思いましたまあ私が光回線についてずっと情報を取り入れていませんでしたので余計そう思うのかもしれないんですけどね それにしてもフレッツ光の性能は素晴らしいですね。えー、最大 10GBps。まあ、これだけ速度が出るってことは、あ実使用上はないと思いますけれども、それにしても、お速いスピードだなって思います。しかし、相変わらず料金については高いですよね。まあ、期間限定で安くなるようなキャンペーンをやってたりしますけれども。でも、このキャンペーンが終われば、あその後ずっと高い値段で、 えー、使い続けないといけないことになります料金ですけれどもブロバイダー料金を入れないとだいたい月5、6000円かかってしまいます個人的にはあ光回線が使い放題で、えー、まあ、ブロバイダー料金も含めて3000程度であればあいいかなって思いますまあ NTT にしても十分これでも儲かると思います NTT は設備費は相当かかるでしょうけれども今までですね、えー、かなり長い間光回線で、えー、高い通信料金を取っていましたので十分、うん、設備費にかかる費用をおもうおペイできてると思います NTT のビルってかなりでかいですよねこれはあ十分、うん、利益を上げてるってことだと思います もうそろそろ国民に利益を還元すべきではないでしょうか今や通信は水道や電気と同じです現状のように通信費用が高止まりしているとお金がある人とない人で情報の格差につながりますそれがさらに所得格差に反映されていくと思いますので貧富の差がますます大きくなると思います これは憂慮すべき点だと私は思います。あなたはフレッツ光クロス、どう思ったでしょうか。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。